ン2の曲ですね。ビリンビリンバンボー。メルバイカダシラ、こんにちは皆さん。今日はこれから結婚式に行くんですが、ちょっと時間が余ったのでずっと撮りたかったあの動画を撮りたいと思います。あ、そうそう、結婚式に行くって言ってたんですけど、私は100円ショップを結構好きでして、去年ですね、1年前にこういうなんかね、金箔の飾りを見つけてたんですけど、ずっとこれ透けたくて、なんか最近結構流行ってるらしくて透けたかったので弾けました。こんな感じで結構気に入ってます。金箔の風ですね。ちょっと派手ですけど、ちょっと挑戦してみました。こんな感じでした。はい、そういうことで撮りたい動画に移りたいと思います。今日はですね、私が最近好きなアニメを紹介したいと思います。ナルトの、広告が出た、カンクールで広告が出たっていう動画をアップしましたが、まあ、ナルト私もちろん一番好きなアニメです。今までで一番好きで、どんなアニメ見てもそれが変わりませんけど、最近出たアニメでいいなと思う。で、皆さんもぜひ見てほしいっていうアニメ何個かあったのでピックアップして今日は紹介します。私はベストですね、皆さんに紹介したいベスト3のアニメがございます。実は今日あの夫もいまして、日本人ですけど、夫にも、動画の最後でどのアニメが、まあ、日本人としてどのアニメが一番好きなのかっていうのを最近出たアニメの中で聞きたいと思います。まず1番目ですか、ドゥ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 、右とダリです。すごい最近のアニメじゃなくて2023年に出てるアニメですが、めちゃくちゃ好きで2回見ました。まあ2回もしかして少ないかもしれませんが、2016年かな、坂本ですがっていうアニメあったんですけど、それも大好きで私は。その、坂本ですがの作者が作ってるもので、ちょっと悲しい話があるんですけど、まあその坂本ですが2016年で結構ブレイクしたと思うんですけど、その後はこの右とダリを書いていて、この右とダリですね、アニメ化されることが決定されてから、去年です、2023年の10月に出てるんですけど、2023年の8月です、2ヶ月前に作者がですね、癌で、亡くなりまして、36歳っていうね、とっても若い年でしたが、亡くなりました。で、とっても私悲しくて、坂本ですが大好きで、右手だりも出ることをとても楽しみにしていたのですが、そのニュースで亡くなったことを見て、放送される前にもしかしてその佐野奈美さんも、見たかもしれないっていうのを、まあ、願いながら、私も見たんですけど、本当に面白くて、もう泣いたり笑ったり、本当にこういろんな感情を味わうことができるアニメ。双子がいて、でその双子が施設にいるんだけど、まあ、誰かが養子入れして、そこからもうその家でいろんなことがあるっていう、その家とその家の周りでその双子がいろんなことあるんです。その双子がめちゃくちゃ才能がありすぎて、めっちゃ賢いんです。あの二人は彼らなりにいろんな問題に対して解決策を見つけたりして、本当もいろんなことが、本当にこういうこともあったみたいなのもいろいろあって、とっても良いです。ネタバレになるかもしれないけど、一番最後のその佐野奈美さんに向けてなんかメッセージもあるので、ぜひ皆さんが見てほしいです。2番目いきます。一番好きな2番目のアニメはデレ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 、クスレアの独り言です。シーズン1は最近終わっていて、シーズン1は24話あるんですよ、長い方で。なんとですね、シーズン2も出ることになりました。来年ですね、シーズン2も出るんで、ぜひですね、シーズン2出るまでにですね、見てほしいんですよ、この薬屋の独り言。これもですね、とっても面白いアニメで、歴史的なアニメですね。その、多分中国だと思う。名前とか見たら中国っぽかった。中国の宮殿な話ですけど、とってもその主人公のマウマウっていうんですけど、主人公の名前がめちゃくちゃ面白い子で、めっちゃ賢い子で、そのいろんな問題にまた解決するんですけど、マウマウはそれを見てとっても面白いアニメだなってずっと思いながら毎週ワクワクして待ってました。音楽もめちゃくちゃいいんですよ。私今だに聴いてるんですけど、毎日のようにオープニングも、クロージングもめっちゃいいので、ぜひ音楽も聴いてほしいです。で、3番目、ラストですけど、マッシュルですね。マッシュルももう皆さんも知ってると思うんですけど、とっても面白いアニメで、私ですね、実はめちゃくちゃハリー・ポッターのファンなんですよ。すべての本も読みましたし、すべての映画はもちろん見たんですけど、もう中学校の時です。英語の先生がハリー・ポッター出たんで読みませんかみたいな感じで私に渡して、それからもう私が高校生になってももう出るのを待っていて、5、6
を多分英語で読みました。もう翻訳されるのを待てなくて英語で読んだりして、で日本に来てハリーポッターの日本語バージョン見て感動したりして、今も大好きなんですけど、もうほんとそのままじゃないですか、ハリーポッターのままで。マッシュル見るたびにこれ大丈夫かなと思いながら見てた。めっちゃ面白いんですよ。え、これいいのみたいな。本当にこう、もちろんそのプラスでいろんな設定あると思うんですけど、めっちゃ面白いので、ハリーポッターファンにも私おすすめしますし、知らなくても楽しめるアニメだと思うのでぜひ見てほしいです。で、シーズン2の曲ですね、ビリンビリンバンボンっていうのかな、めっちゃ面白くて、私今家で流行っていて、こうね、ぜひぜひマッシュルも見てほしいです。で、これで私のトップ3でした。ね、右とダリ と、薬屋の独り言とマッシュル見てほしいんですけど、あとですね、最近がちょっとだけハマってて、とんでもスキルで異世界放浪飯っていう、アニメもあると思うんです。去年出たんかな。それはですね、ちょっとこうご飯食べてる時とか見てるんですけど、とっても面白くて軽く見れていて楽しいアニメだと思うので、異世界放浪飯も見てください。私のトップ3はこんな感じでしたが、最後に夫にも聞きたいと思います。一番好きな最近出たアニメで、まあ、最近じゃなくても、そうそう、あの数年、3つでもいいし4つでもいいし。3つだったら姫様、拷問の時間ですと、姫様ダンジョン飯と、ダンジョン飯、あとは、早々のフリーレン。あ、ねえ、確かに私も、ね、一緒に見て、まず姫様が面白い。そうそう、でなんか少年ジャンププラスっていうアプリで多分もともと連載してるやつなんだけどそっちでも読んでます。面白いと思う。確かにびっくりだよ、名前拷問とか言うけど、ね、怖いかなって私も思って、怖いのは私ちょっと苦手で、そうでもなかった。怖くない、それ言ってもいいかな、ホラーではないです。拷問って言ってるけど、お腹がすくよね。お腹がすく、お腹がすく、そう。反対にダンジョン飯は、飯って言ってるけどお腹はすかないね。確かに、そう、ダンジョン飯の私も夫と見てるんですけど、食欲がなくなる。私はちょっとストーリーっていうか、ストーリーは面白いけど、ね、食欲はなくなる。ダンジョン飯設計と背景と、それからその、うん、ダンジョン飯っていうところがうまく面白いですね。確かに、ちょっと面白いですね。でもご飯食べながら食べない方がいいかも。異世界だけ言ってたとんでもないスキルもちょっと似てるけど、けど異世界の方がまだご飯食べれるかなと思う私は。あとフリーレンも、フリーレンも今めちゃくちゃ流行っていてね、音楽も、いや漫画も面白いんだけど、うんうん、アニメもなんかアニメっぽく面白い。そう、私もねフリーレン見てるんですけど、またなんかねめっちゃ進め、なんかさっき言ってたトップ3の方が好きかな。なんかでもめちゃくちゃファンがめっちゃ流行ってるよね、フリーレン。海外でも人気なの？海外でも人気らしい。前アニメリストとか見たら本当にすごい点数が高くて、みんな大好き大好きって言っていて、面白いと思う。うん、でじゃあなんで面白いかっていうと、そうそう、分かった。まあそう、確かに私もねフリーレン面白いと思っていてね、めちゃくちゃ好きそう。はい、皆さんこんな感じでしたが、皆さんはいかがですか？ぜひぜひ皆さん、トップ3でもトップ5でもいい、トップ1でもいいんですけど、好きなアニメ書いてください。私も見たいので、ぜひぜひ皆さんいろいろ教えてほしいです。このアニメもあるぞみたいなのが、皆さんあのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。これから私は結婚式に行ってきます。それでは気をつけてください。またね、バイバイ。